はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル、魔術師編ですね。とりあえず金のガーゴイルを前回倒しましたので、今回は仮想へ向かっていきたいと思います。で、その前にソウルを使っていきましょう。履力を2上げていきます。履力はまず20にしたい。で、その後体力10、持久10に振ってから技量と、履力をこう交互に振っていく感じでやりますか。やっぱりね、呪文を唱えるのは早い方がいいんだよね。唱えてる間にちょっと攻撃を食らっちゃうことがあるんで。で、仮想はちょっとここのかがり火から一回敵を排除してもらって、で、そこからダッシュでいきましょう。どうなった？あ、こっちの方までは届かないのか。じゃあ仮想の鍵使って。仮想が結構問題だよね。あのヤギ頭のデーモン狭いからな。どう対処していくか。一番下まで降りましょう。例によって防具何にも変わってないな。まあいいか。で、上開けときましょう。どっちから来る方が早いんだろうね。一応開けといて、あいつらはシカト。来るかな。で、ここか。ここの犬コロちゃんをまずどうする。魔法よりはスピアの方が対処はしやすそう。段差があるからな。おわっ、いやほいほいっと2発だね。あいって、もう1匹いたか。おっ、サインがある。まあ、大変な人はね、呼んだ方がいいと思いますよ。人はで、どこにいるんだっけ。ここか。鍵があるんで、民家の鍵ですね。ここ民家の鍵ないと万能鍵じゃ開かないんで。お、魔術師もう持ってるよ。で、ここでこいつからまた魔法が変えるようになるんですけれども、今はこのままでいきましょう。記憶力1増やして魔法4つにするか。それとも、来た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 、もうよくわかんないやつら。ほい、魔法でいく。ソウル、うわ、ソウルの矢もさ、このスピアも大して攻撃力変わんないよね、今のとこ。これは遠距離がいける。圧倒的火力があるわけではないんだけど、こう遠距離からね、チク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 敵を倒せるっていうところが利点かな。で、上の鍵も開けてきちゃいましょう。先へ進んで、これさ、中から攻撃できるのかな。攻撃できるわ。いかれてんな。倒した。開かないんじゃないかこれ。攻撃できる。あれ倒した。倒してないっぽくね。まあいいや。開いたら開いたで、ね、開いた。多分こいつ瀕死だよ、どう考えても。瀕死くん。いや、瀕死までにはなってないか。半分くらいか、減ってたのは。ほいほいっと。強い、やっぱり。鎧貫き、これはレイピア系か。まあ、でも確かに今回技量を上げますからね、結構使い道はあるかもしれない。で、ここは先に犬をおびき寄せたいんだよな。来るかな。もうこの視界に入ってはいるけど、来たか。よし、
ちゃんとおびき寄せて倒す。もう一匹いるっちゃいるんだけど来ちゃったか。あれここもチクチクやった方がいいな。2発じゃ倒せないか。いって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 、これやばいんだよ。俺あの強靭度がないから一発食らうと相当減るんだよね。まあ、こういう時に魔法で対処するのがいいんだろうけど。あ、エストン飲みやがった。当たらない。痛い痛い、待ってください。ほら無駄無駄とか思ったら届かなかった。2体一緒に倒したいな。魔法、え、まだ生きてる。これはガードしてよーし。でもう一匹ね犬がいるはずなんで、そいつを排除して、下の方からまずこれをゲットして、ちょっと待って待って、犬が来るなこれ。ん？いた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 。でこれゲットして、黒川系ってね何気に優秀な気がする。ここはまだ行かない。エスター飲んどこう。であいつか、こっから狙えるかな。こっからは狙えないけどいける。よし、さよなら。で左にいるんで、こいつはそのままついて倒す。3発か。そういえばで最下層の鍵はまだ持ってないんで、とりあえずこのアイテムを回収して、上のショートカットを開けて棺の祭事場に戻って、さっき助けたやつに話しかけて、なんか買えるかな。ソウルも余ってるわけじゃないからね今。こいつは倒してもな20とかにしかならないからね。一応話しかけとこう。これとかね貴重だよね。こいつ意外に貴重なものを持っている。七色石とかはまあいいや、こんなもんでいいや別に。すまんね、金がないんだよ。金がとにかく魔術師は金が必要になるね。ショートカット開通。よし、じゃあこいつにちょっと話しかけよう。お、君か。魔術。イエス。なんかある？強いソウルの矢が売ってんのか。6000円高え。落下制御。強いソウルの太矢も売ってんだね。魔法の武器、音送り。あ、音送り買っとく？なんかあいつ、役立つからな。音送り買って、1600でレベル上げられるかな。だんだん高くなってくかんね。記憶力1上げればねスロットが増えるんで、記憶力は1上げとこう。でここはね音送りにしておいて、253強いソウルの矢欲しいな。アイテム買う。で魔術師の杖いらない。あ、これいいね。吠える竜韻の指輪2万円。金が足らなすぎる。どうする、またあそこ行ってさ金貯めする。まず2万円を貯めなきゃいけないんだよな。いや、あいつを倒そう。まずヤギ頭を倒そう。で1万かどんくらい手に入るか知らないけど、結構金が入るはずだから
それで指輪欲しいね。今のところ超愛と加護しかつけてないからね。で今回もう遠距離戦だからハベルは多分いらないと思うんだよね。ハベルの指輪重量が上がるやつ、もう食らったら死だからな。距離を詰められるイコール死だから。そうするとあのヤギ頭厳しいんだよね。おいー強っ太いや強えな。やっぱり倍くらい強い。普通に犬対策でちょっと弓矢じゃねえや、スピアにします。来た、ほら、よーし。一応エストは飲んどこう。完全にしといて、音送り、最初に音送りでやつらをおびき寄せる。よし、でスピアにして、痛い、ちょっと上まで登る。でこっち、来るか、引っかかってんね。痛い、痛いけど、ちょ待って待って待って、飲もう。グンコして、ほい、犬が邪魔だからね。まずはやっぱり犬を排除する。でそこからあとは魔法で狙い撃ち、これが魔術師のいいところ。太矢にしよう。ほらそれなりに強い。ためが時間かかるけど連打する。待って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 、よし、 OK、 バカめ、貴様などただの雑魚よ。後で出てくるデーモン一族で出てくるただの雑魚だからね。ほいっと、デーモンの大なた手に入れた。6000しか持ってないのか。1万は持ってないか。でも6000あればあれだよね、買えるよね。ただこのまま最下層行くのはね、ちょっと怖いんで、一回機関のコッペン使って最地上に戻って、まあいつものレベル上げ地点に行きましょう。2万円貯めてアルトリウスの紋章を買って、でレベル上げすると。なのでこの6000円はまだ取っておきます。で月光町だね、月光町を倒しに行こう。魔法キャラだったら多分月光町倒せるんじゃないかな。まあ、もちろんなんだっけ、あいつも呼ぶし、もう一人の魔術師でこいつ飽きてる。いつ倒すかだな。この場で倒す。このままここでソウルの太矢、これだってターゲットできないからね。ソウルの太矢を打ち込めばいけるかもしんない。やろう。お前が死ね、みんな敵対すんのかい待ってそれは聞いてない、それは聞いてないよ。え、使えない、いっぱい来たな。罪を洗い流してもらおう。一回レア様は、レア様もなんか立ってんな、近づいたらぶん殴られそう。そうか、全員敵対するのか。でこいつらさ、そもそも生かしておく理由はないよね。どうする、倒せるかな。いや絶対ちょっときついんだよな。いや全然弱えわ。
あれ、ペトロスどこ行った、あいつ。行った。いや、やっぱ罪洗い流してもらおう。こいつだけだよ、ほんと倒したいのはさ。もうちょっと早めにやっとくべきだったか。来た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 。そうだな、あいつに頼むか。3人4人分くらいの罪を洗い流してもらうから金かかりそう。行くだけ行ってみようか。いくらかかるんだ。さようなら。いや誤算だったな。まあいいか、罪など金で解決できる。免罪符だからね。上まで行くのがめんどくさい。まあ、まずはちょっといいや、アルトリウスの紋章買いに行こう。行って行って、マジかよ、こいつに殺されるとは。完全に油断した。あいつらまだ敵対したままだからな、どう考えても。何事もなかったかのようにダッシュして通り抜けよう。いて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 、やだ、あの7000ソウルは失いたくない。やはり油断大敵。また亡者に戻ってしまった。俺の魂が落ちている。回収して、よし、人間性もな、回収できるからね。いて、てか本当にこれね、防御力が弱いからね、そこが問題なんだよね、この魔術師は。詰められたらマジで死ぬ。一瞬たりとも油断はできない。ゲッ。そしてこの間合いの難しさ。月光町がいくら持ってるかだな。1万くらい持ってるとすげえありがたいんだけど、この人間性はあれだな。聖者に戻ろう。もうここ一回ブックマークしちゃう。で、亡者から復活して、ウィングドスピアプラス5にする。ちょっとお金は使うけど、まあ、急がば回れとも言うしね。で、そうするとこれが2つ必要なんだよね、あと。で、そこから武器強化で、ウィングドスピアプラ5、よし、 OK。 で、進化はできないからこのまま行こう。黒い鬼の庭に行きます。で、月光町を倒しに行くと。で、ソウルを貯めつつ、まあ、アイテムも回収していきましょう。ここはちょっとスピアでどれくらいの威力になるのかを試していきたい。ほいほいほいっと、3発か。そうだね、仮装行く前にこいつらから苔を回収しておくのも、まあ、一つ手だし。来た。問題はこの魔法で普通のソウルの矢。いや、弱え。強いソウルの矢を買っとくべきだったか。4000円 ?6000 円どっちだったっけ。もうちょっと戻れないからな、ただ。それはしょうがない。で、来てる？あ、来てるね。太や、一発ぶっかます。これは強い、普通に。
ほいっと。いやー、ちょっとソウルの矢が普通に弱いね。で、これ下に向けてさ、やればさ、当たる？もうちょっとこっち、ここら辺で当たるんじゃない？こいつ。太やっからえ。え？ここ、ここ。もったいな。難しいね。だって槍なんて当たんない。当たった。よし。あ、どうせね、向こうのかがり火に触れるんで。あとはこのソウルを失わないことだよね。みんな死んでんな、なんかここで。こっちじゃねえ。ブックマークはしておこう。レベルアップもしたいし、やっぱソウルだな。全然足りないわ。これ向こうから敵来る、来たら厄介だからな。で、ここはこれを取ることがまずあれなんで、こいつ全員倒しておきましょう。ほいほいほいっと。からくりさえ分かってれば楽勝よ。ほい。でもちょっとさ、無敵時間があるねこいつら。でこれを取ってソウル頑張れよ。アイテム回収からいきますか。まずは右のこっち、結構強えんだけどこいつ。ソウルの矢どんくらい当たる？微妙だな。なんかソウルの矢が最近微妙になってきたな。太矢は強い。音送りはもう多分あんまり使わないから、やはり強いソウルの矢に変える時期が来たんだけど、来たんだけど金がない。こいつとかだどうなの ?77 って。絶対これこっちの方がいいっしょ。早いしね、そもそも。で、あとまたこれか。これってシカトできるんだっけ？シカトできるわ。で、石巨人がいるんだよね。すごいお宝ありって言うけど、で、石巨人をどう排除するかだよな。けちょっとめんどくせえ。あれ、これってどこまで効果ある？あれ、いて、18とか、ちょ弱すぎだろ。太矢で勝負しなきゃ無理か。それか普通に槍か縦軸か。ちょっとこいつら邪魔だなマジで。お前は消えろ。消え、当たんねえし。これで威力が弱いのか。ただヒットポイント自体もね、こいつ多いわけじゃないんで、一発太矢ぶっ放したいね。やばいやばいやばい。あんまり行き過ぎるとな、落ちて死ぬからな。一定の距離を保ちつつ、なんとこいつが邪魔。まず太矢にしよう。太矢をかます。
かませない。距離を取って逃げる。で、太矢をかましたいけど立っても構えられてるか。ほら、どうだ、60か。これは結構当たるね。やっぱり太矢は強い。今なんかあった、死体を漁る。お、緑化槽、こいつ緑化槽持ってんだ。お、いいね、緑化槽は結構使えるからね。前回大して使ってなかったけどさ、音送りがもういらないから、これを強いソウルの矢に書き換えたいね。で、こっちアイテムを回収。こいつはもうほらほらほらと、で、上は狼の指輪だったよね、強靭度が上がるやつ。ちょっと太矢にしとこう。また巨人が出てくるはずだったんで。これ下の巨人倒しとかないとね、挟まれるんだよね。ロックオンロックオンロック、お、びっくりした。一般兵か、一般兵っていうか一般人か。よし、太矢はまあ結構当たる。ただ遅い、食らったか。ほら、3発でなんとかなるね。あれ、もう一個上、こっちか。邪魔だこの死体。で、狼の指輪、今指輪つけるのないからね、とりあえずつけときますか。毒髪は別に大していらないからな。で、向こう側に行けるっちゃ行けるんだよな。どうしよっかな。おお、びっくりした。いや、そのまま下に降りてこう。で、あとどうする、ちょっとな、少なくなったよね。一回かがり火で寝るか。寝るっていうか回復するか。ん、敵がいる、お前かい。全くめんどくさい。内側から来るんだよね。で、問題はもうね、こいつらが復活してんだよ、厄介なことに。ちょっと遠距離でやっぱり距離を取りつつ対処する。ちょい待って、ちょい待って。先にあいつ当たんじゃん。3匹いるからね。もう1匹はコケ、コケ玉、紫色のやつが欲しいんだよな。紫色っていうか、あれを直せるやつ。あ、いた。あったら、こいつはサクサクサクと。で、こっから先、まずはクリアを最優先にしよう。なので、左側からあの鎧に合わないように。ちょっと待ってね、こっちはこっちで、でもなんかアイテムがあった気がするけど、これ取ってこう。で、してパルチだ。ちょ待って、この毒状態でなんとか行かなくては。エスト飲んで、ポケ玉はいっぱいあるはずだから使って、プリーズ。よし、
で、あそこの前にいる鎧兵をどうするかだよな。しっかり排除するか、それともシカトするか。シカトしよう。シカトして、ビアトリスを速攻で召喚して、大丈夫か、なんかビアトリスやられそうだぞ。いて、ソウルの太や、いってビアトリスさん攻撃してくれる、攻撃はしてくれる、攻撃してくれてるっぽいよね。ビアトリスの方に行った、大丈夫か、死ぬのだけは勘弁だぞ。強っビアトリスマジ強っ。月光挑戦は任せよう。ではお願いします、ビアトリスさん。顔とかなんか見れないのかね、どういう顔してんだろう。月光町どこだ、あ、来た、ふとやん、ほら暗い、当たんねえ、なぜ遠いのか、いってー、マジかよ、ビアトリスに任せとけよかった。よし、今度はもう守りに徹する。まず自分のソウル回収しよう。これマジで失いたくない。守りに徹しながら普通のソウルの矢で隙をついて攻撃する。もうビアトリスに任せる。攻撃はちゃんとしっかり超強や、もうあいつに任せよ。本当にこれいけんじゃん。28とか、俺の攻撃弱すぎんな。あ、これ待ってちゃんとビアトリス食らったけど大したあれにはなってない。よしちゃんとローリングをして、あ、来た、これはさすがに攻撃チャンスでしょ。ほらビアトリス殴ってるけど、待って意外にさ、でかいの当ててないよね。いって飲むガブ飲みする。ビアトリスマジで頼むよ、何やってんだよ。もう魔力なくなったとかそんなんある、あ、いけ、倒した、よし月光町のソウル、これは使うんで、ありがとうございますビアトリスさん。本当に最初俺が油断したために死んでしまったけど、1万、これで2万がたまったんで、上行ったら帰還のコッペンで帰ろう。もう安全に行こう、安全に。で、騎士系の装備がねここにあるんだけど、もうさすがにそれは着てらんないからね。さて、上まで登って、よし、まあ、見張り台、仮装の影はいらないからな。生殖の種火、帰還のコッペン、 OK です。じゃあ帰りましょう。でもあとは死なないようにマジで、最悪回収すればね別にいいっちゃいいんだけど、それも怖いんで、あのソウルとかなんか取りたいな。アイテムか、前方に敵あり、4発かかるからね。ちょ待って、でこいつは魔法でひるむからね。回収しよう。
よし、ソウル。あとはこいつをチク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 3発でぶっ倒す。安全にね、歩いてこう、歩いてで遠くから本当にソウルの矢を連発する。よーし、一応盾を構えながら行くか。いた、よし、オッケー。もう敵はいなかったっけ？あと一匹いたっけ？もういないか。ではアルトリウスの紋章を変えましょう。もうこいつはね排除してあるんで、もう確実に安牌ですね。アンドレスさん、あ、まあまあまあ預けよう。生殖の種火、あれ生殖の種火って何に進化するの？神聖系か。まあいいや、アイテムを買う。アルトリウスの紋章、よし、これでまた例の金儲けをするか。ただあそこのさ森ってさ、結構対人スポットみたいな感じで言われてるんだよね。今生身だからもしかしたら侵入される恐れがあるかも。まあいいや、それは。よし、じゃあ開けましょう。最初はね少し敵が多いんだよね。あの復活しない敵もいるんで、ジョスピアにして、え、まずはこいつをおびき寄せる。同じ魔術師系か。で魔術師がねめんどくさいんだよね、正直。あ、来た。あ、ほいほいっと。痛いですよ。ちょ、待って、ちょっと一回こっちにおびき寄せて。あいつめんどくせえな、何してんねん。あっち行け。こいつ、まずこいつを倒す、倒せにし。蹴ってくんのかい、お前。こいつめんどく、こいつ一番めんどくさい。何この、鎧騎士。早く落ちろ、お前。落ちた。で、お前もこっち来てんのか。あ、落ちな。はい。はい。はい、オッケー。だいぶ苦戦したけど、あとはまた狩るだけよ。もう2人こいつと、あとすげえ見づらいやつ。飽きてるね。この二人はもう楽勝。もう何回やったことか。ここに突っ立ってれば大丈夫と。はい、一人来ました。はい、さよなら。はい、もう一人来ました。たまにね、なんかしないけど結構待ってないといけない時があるんで、はい、さよならと。 OK、 これでまた稼いでいきますか。もう1万だからね。よし、じゃあちょっと稼ぎまーす。はい、じゃあ6万ソウル貯めたので、ちょっと1回ここで、ステータスを振り分けていきたいと思います。まず履力は20欲しいよね。
で持久も10の体力も10で、あとはこっからじゃ技量と技力と技量と技力とまだいけんな。技量20にしとくか。で技力は25までいける。あ、ちょうどいけるね。レベル31とか。よし、これでいきましょう。おお、なんかだいぶ強くなった気がするな。まあまあ、まだまだ時間はいっぱいあるんで、もう少しマラソンをしますか。俺の罪を洗い流してくれ。誰だっけこいつ、カリムだっけ、名前忘れちゃった。免罪をお願いする。金は持ってきたんだ。15,500たっけ。しかしこれで俺の罪が許されるというのなら安いものだ。あなたの罪が許されましたってマジか。なんか買うもんあったっけ。因果応報は高い、4万もすんの。因果応報はいらないね。よし、あとはちょっと魔法買いに行きましょう。また来るよ。何事も許されない罪などありませんよ。いや、いいやつだこいつは。君とは友達になれそうだ。何事もない、何事もなかったかのようになっている。そんなんでいいのかお前ら。そのさ、あいつに払った金ってこっちに流れてきてんのかな。何よりの誠意次第ですよ。レア様に一回話してみる。おお本当に何事もなかったかのようにことが進んでるな。よし、じゃあ魔法買いましょう。と47,000円。どこまで買える。ついさっき若い聖職者が3人来た。ガガリビを育てる。まあ頑張ってくれ。アイテム買う。まず強いソウルの矢、これは欲しいよね。6,000円。強いソウルの太矢も買っとく。であとはソウルの矢、とりあえず全部買えるもん買っとこう。よし、魔術師の杖とかいらない。あ、これだ、これこれ、危ねえ危ねえ危ねえ。吠える竜印の指輪、魔術の威力が上がる。よし、だいぶ買ってあげたぞ。ビッグハットローガン、うん、千の古城に行ったら、まあ、ぜひ助けてあげましょう。でそうすると、まあ狂人はね別にいいんで、吠える竜印にして、防具だね。まあ、毎回毎回悩む防具。ただもう金があるわけじゃないし、レベル上げもねもう無理でしょう。6200必要だからな。とりあえずステータスはこれで、魔法を、強いソウルの矢でしょ、ソウルの太矢が欲しいでしょ、あとは強いソウルの太矢、あと通常用にソウルの矢を使っとく。太矢とか結構ねあれが長いからね、詠唱時間が長いから、強いソウルの矢が2つ欲しいんだけど、ちょっとそこまではないのでこれでいきましょう。よし、じゃあちょっと最下層へ、向かっていきたいと思います。じゃあ最下層いきますか。鍵使って一応槍で進んでいきましょう。ここら辺もうなんかいきなり敵が出てくるな。ほい、レベル自体は結構高いからね。ほい、ただこの節くらいだったら余裕。大きなソウル、ここら辺が狙えないのかな。ソウルの矢もね結構ダメージ当たるんだよね。邪魔なやつはここから排除していく。
あっちにもいるけど、ターゲッティングがな、どこまでいけるかなが。あっちもいけんね。よしよしよし。あ、いつの間にか来てる。無駄。あそこで肉たち包丁がなんかやってんね。お、待って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 。で、気づかれた？完全に気づかれてるわ。当たる？無理か。これこっちまで来そうだな。ほいっと、上からな、一発ぶっ放しときたかったな。ソウルの、いや強いやつ使おう。あ、来た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 。124杖。何、壁を背にするとはやるな。倒した雑魚が。折れた直剣、強いソウルの矢はさすがにね、温存しておいて。強いソウルの太矢も持ってるからね、何気に。あ、ちょっとこいつ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 は鬱陶しいからな。槍でなんとかしよう。でこいつもポイッと。何、一発じゃ倒せない。いて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 、弾かれた。お、大きな種火。あー、これプラ10までいけんのか。ここで帰りたい気がする。帰りたい気もするけど、はソウルの矢でほいっと。魔法強くなってきたね、だいぶレベル上げたから。ほいっと。げっ、なんだ上に当たったのか。これさ、すげえ厄介なんだけど。もう一匹いる？あれ、なんか2匹いなかった。そんなわけではない。あ、留飲装備してるよね。留飲装備してるから強えんだ。で、ちょ、もう一回あいつが出てくんだよね。先に始末しておく。どこだ？あ、来た。間違えた。ほら強い、マジで強い。接近さえされなければ。ズタ袋で、あいつを助けに行こう。呪術はどうする？スライム倒すのにね、呪術役立つんだけどな。まあ、かといってね、また金がかかるからね、呪術使うのに。さよなら。このまま進んでいきましょう。で、ここね、開けとかないとね、帰れなくなるんだよね逆側から開けらんないんで、ショートカットを使ってネズミのところに行くのもありだけど、まあ普通に行きましょう。あー、ここどうする。一回鉄輪、え、鉄輪持ってねえんだ。しまったー、鉄輪取りに帰りてー。待って、ほい、これどんくらい当たるの。ちなみにソウルの太矢とかだとどれくらい。121強い。いやー、ちょっと痛い、動きづらいな、マジで。鉄輪を取りに行くのはありかもな。他はないんだっけ。まあいっか。上にね、スライムがうようよしてるからね。これ太矢でどれくらい、一撃で倒せるわけではないのか。ほい、ちょっと待って、全然当たんねえんだけど。ほい、
2発太矢プラス2発かってことは、ソウル強いソウルの太矢を使えば多分一発で倒せるな。もったいないけど、かがり火があるからここで行こう。96とか普通にすげえんだけど、やっぱちょっと炎症時間が長いね。ボス戦も本当に隙のあるやつでやっていかないと。これは400とか異常なんだけど、超強い。何も落としてないな。こいつはなんか結構レアなものを落としてた気がするんだけどな。あ、これ何？鍵持ってないとここ行けないの？サインがある。探索からだからね。いや、やっぱここら辺からだよね、みんな苦戦してくるの。7100か。履力を30にしたいな。履力30までいったらちょっと技量上げてく。結局ウィングドスピアもあれだよね、そうだよね、技量を上げてくと強くなるっていうタイプのものだから、まあ、補正がそんな高くないだけど、ちょっと技量上げる。あー、待って、26で21で、これ1個ずつ上げてこう。よし、というような感じで、じゃあ今回はこのくらいで終了して、次回は最下層の探索から、やっていきたいと、思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。